はい、お晩でございます。日本武道学者の吉田です。今日はですね、体重のかけ方とかそれに関連してつま先とかかとにどう体重をかけるのか、これは以前やったんですけれども、あとその関係でどういうふうにすると背中の方に意識が行きやすいかとか、そういったことを取り留めもなくちょっと話してみたいと思います。まず現代人はつま先の方に体重かけるってことが多いですね。つま先の方に体重が8、私いつも28って言って、厳密ではないんですけども、例え話でね、ユダヤの法則、22:78の簡単に28の論理ね、パレートの法則とかも言いますけども、あらゆることがその法則に乗っかってますよという一部的な事実はかなりありますよね。で、現代人はとにかく前の方に体重がかかる、意識がいく、だからつま先の方に体重が8乗ってかかとに2であると。でも本来はかかとが8でつま先が2でいなければなりません。まして女性とかが履いているなんていうの、ヒールが高いやつ、ハイヒール、なんかそんなのも履いてもこうやってやってね、前の方にこう体重ばっかりかかって外反母趾になってね、年取ってから困ったりとかする姿も多々見受けられますけれども、本来はかかとの方に体重が8乗ってつま先の方に2乗ると。かねてより私が背中が8いって前が2の方がいいですよと、なぜならば、背中は正面の筋肉の4倍も3倍も4倍も厚いから、ましてね、クレーンのようにこういうふうにして前の内臓とかね、骨格をつった形に、背中の筋肉でこういうふうにクレーンで吊り上げてる形になるんでね、とにかく背中を中心にして考えましょうということです。まずそのためには体重重力でね、地球に唯一の接点であるたった足、20センチとかね、大きくても30センチとか、そのわずかな接点にどういうふうに体重をかけるのか、つま先の方にかけるのか、かかとの方にかけるのか、あるいは、内側にかけるのか外側にかけるのかということによって、状態もおのずと変わってくるということですね。で、私が常に言ってるのは、前の方に体重をかけないで後ろにかける。で、後ろにかけるとどういうふうなメリットがあるのかというと、まず人間の、筋肉が落ちやすいっていうのは、ね、内股、後ろ。で、前と外側は年取っても比較的落ちにくいです。これ落ちる部位って大体決まってましてね、例えば上腕と前腕であれば手先を使うのがこっちよりも多いので、前腕の方がもちろん一番落ちにくいです。こっちよりもこっちの方が落ちにくい、指を使うという関係でね。で、それと同じようにどこが落ちにくい、どこが落ちやすいっていうのはあります。で、太ももは外側は落ちにくい、前とこっちは落ちにくい、内側と後ろは落ちやすいです。そして、特にちょっと待ってね、顔入ってきた、今ちょっと顔が入ってきてしまってね、一時切ってしまって、どこまで喋ってたかな、そうか、外側と思ったね、これが落ちにくくて、内側と外側、後ろが落ちやすいと。で、特にですね、前傾、つま先の方に体重がかかっていると、そのまま顕著になります。どうしても内側と後ろ側は前傾になると落ちやすいです。で、かかとの方に体重が28で例えばかかっているとすると、かかとを使うということ自体が、後ろのハムストリングね、ここと内側の方に行きます。ましてね、あとで私はいつも我慢の姿勢って言ってますんでね、ここを後ろこう膨らませると、その形になってくると当然骨盤底筋群がこう我慢の姿勢ですから、思考もちょっと若干締めた状態、
いつでもがっちり締めてるってわけにいかないんでね、運動が慢の姿勢するだけでも骨盤底筋が少し強くなってきますね。当然連結している内ももも衰えが少なくなります。ですから体重、うんこ我慢の姿勢で、体重をかかとの方に8、つま先の方に2をやることによって、健康的にもね、あの内股の筋肉、後ろの筋肉が落ちてくるので、落ちなくなるので、その辺を考えてもね、ぜひかかとで2、かかとが8、つま先2の割合で、立つあるいは歩くようにちょっとしてみてください。あともう一点ですね、日本の文化ですからね、あれなんですけども、赤ちゃんをおぶるとか、最近車なんか運転してると登校中のね、学生なんかもね、あのやたらここ伸ばしてリック の長くして、ここで腰でなんか勝負みたいな、こういう風になって歩いてね、リックでもこう歩いてるとまだ少しいいんだけども、こう歩いてこう学生がね、若いうちからそう歩いてる、あれ良くないなと思いますね。赤ちゃんもできればね、あの私は外国の人は前抱っこするし、日本人は後ろでおんぶするって、私は日本人ですから、どっちかというと日本の文化だから背中で抱くのがいいんだって言いたいんですけれども、実はね、私の理論からいくと前の方がいいですね。っていうのは誰でも分かると思うんですが、小さい時からこう、ね、リック後ろに重たいの背負って、それを支えるために常にこっち側の筋肉を使って、それを支えようとして前の筋肉ばっかりこう意識するっていう癖がつきますね。そここはもちろん緊張のしっぱなしですね。ここね、こっからここまでね、ずっとこのままで緊張、重たいの下げてますから、こうってやります。だから本来であれば8と2の意識にならなきゃならないのに、前の方が8になっちゃって、後ろが2になっちゃう。赤ちゃんと抱く時もこうしょこうね、おぶったりなんかしてると、どうしても背中っていう意味での赤ちゃん抱くっていうのは意識はいいんですけど、ある程度重たいのをこう抱くとなると、支えるのはこっち側の筋肉で抱くんで、どうしてもこっち側の方に筋肉が意識がいってしまうと。では前抱っこして、そして背中の方に意識がやって前抱っこすると、背中で支える、こういうふうに支えなきゃならないんでね、意識は背中に行くという形に、私はそっちの方が正しいとは思ってます。ですからあのね、リックサック後ろに背負うとか、赤ちゃんを後ろにね、本当に軽いうちはいいかもしれないけども、まあできればね、それなくても今ほら携帯だ、スマホだ、タブレットだっつって、なんだかね、前向きパソコンだ、全部前向き前向きの意識しかないんで、少し背中を意識するってことを習慣づけた方がいいんではないかなと思います。ですから学生であればリックもあまり重たいのにカバンを下げるか、前にリックってちょっとかっこ悪いんでしょうけどね、その辺をちゃんと意識でこう前にならない程度のものをするか、赤ちゃんを抱く時もできれば前抱っこにして背中を意識するようにするかということを考えてはいいんじゃないかなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。